本のサーブです。強烈なスパイク、アラウジョが左腕を そのアラウジョのジャンプサーブネットにかかった。フェイント、ここは2番の樋口、樋口のジャンプサーブ拾った、打ち返していく、押し込んだのは VC 長野。バーノン・エバンズアウトになりました。岩のサーブは大きく外れました。ネットにかかったが、レフトから鋭いスパイクです。誰を使う、フィントをかけたが、ここも池田光太が決めていった。得点は7対4です。さあ少し崩れたが、ここは4番高野直哉が決めていった。さあ VC 長野ブロックに当ててポイント。下川のサーブ、バーノン・エバンズフェイント、しかし読んでいた、クイックブロック、もう一度酒井、ちょっとタイミング合わない。さあまだラリーが続く、最後は高野、復活のサーブです。少し大きいがクイックが合わない、酒井のボールになる、ブロックはアラウジョ。 VC 長野三輪のサーブ、大事なサーブになります。クイック、ここも7番キャプテン、アラウジョのバックアタックはブロック。岡は亮のサーブ、クイックできた、1番の酒井としてはここでしっかりと得点しなければなりません。クイックブロックした、拾っているのは VC 長野、拾いきれない、アラウジョが決めていった。さあ24対22、セットポイントは VC 長野。池田のサーブ、クイックはフェイント、んっと、これで VC 長野のポイントになりまして25対22、第1セットを VC 長野が取りました。酒井のサーブ、強烈なスパイク拾っていく、さあもう一度、今度は酒井ブロックアウトになりました。レフトから放っていったが拾っている、池田バーノン・エバンズ、アラウジョ
ブロック。さあキャプテンの池田コーターバックアタック、決め切りました。12対9、バーノン・エバンズのサーブからレフトを使う、ブロックアウトになりました。12クイック拾っている、打ち返していくがアウトになる。うん、樋口のジャンプサーブ、うん、大きく外れました。あのはアラウジョのサーブです。しっかりと決め切っていきました。よっ、キャプテンビクターのサーブはネットにかかりました。VC 長野、中野龍のサーブ、強烈クイック、決め切って流れを渡しません。バーノン・エバンズ強烈なスパイク、高田のサーブからアラウジョ拾っている、フェイント、さあアラウジョもう一本、まだ続く、バーノン・エバンズです。赤星新庄が入りました。その赤星のサーブ、ここはうまくつなぐことができなかった VC 長、この赤星のサーブから流れを作るという展開が昨日今日とあります。ここはしっかりと矢抜きが決め切った。 VC 長野現在4連続得点中、バーノン・エバンズブロック、中野が止めた。乱れた、押し込む、ここでアラウジョのジャンプサーブ、これは大きくアウトになりました。クイック決めていきました三輪です。 VC 長野中野のサーブ拾っている、なんとか返した酒井、さあチャンスボールだ、打ち込んでいった、三輪が決めていきました。VC 長野中野龍のサーブです。レフトから打っていくが拾っている、しかし返すだけになる。もう一度酒井のボール、もう一度レフトから決め切りました。酒井不活のサーブです。アラウジョ、さあ24点目を取ったのは VC 長野、崩したスパイクを打っていった、ここから打っていきました高野直也が戻ります。
難しいスパイクを決めた高野からのサーブ、アウトになりました。25対24、再び VC 長野セットポイント。下川、大事なサーブになります。バノン・エバンズ、ここはさすがです。松本のサーブ、ブロック、もう一度ブロックしていった。高いブレイザーズセットポイント。松本のサーブ、少し乱れた、ブロックアウトになりました。26対26、キャプテンのサーブ、バノエバンズなんとか拾った、アラウジョ、しかしブロックに阻まれる、酒井の得点になりました。ネットに触れたでしょうか。サーブはバーノエバンズ、深く息を吸って強烈なサーブです。ただ繋いでいる、遠いところからのスパイク、ブロックタッチがありました。この第2セットは酒井が取り返しました。28対26、非常に接戦だったんです。